いずれにしろ、まあ、今回のこの総務省関係案件の中でですね、やはり長男の関係し、まあ、結果的には皆さんにご迷惑をおかけするようになりました。まあ、その中で私もう一度しっかりと仕事を見直す中で、本当にこういう、なんか伺いだけで、有観地の名前を出して申し訳なかったんですけど、別に近い人だけに、なんかやってんじゃないかと思って、家族を絡んでるって言うんですよね。実は、安倍昭恵様なんか悪いことしたわけじゃないんですよ。例えば、本当に困ってることをやってたら、官僚が忖度した。それでね、しまげられる。そういうことが起こって、自殺者まで出したんですよ。だから、総理には、息子さん別審査ですよ。たまたまでこんなふうに取り上げられるかわいそうな面が息子さんあるけど、安倍昭恵さんではそうだけど、やっぱ総理の近親者にはそういうものが求められているということなんです。それでまた本当に質疑時間がなくなったんで一言言うだけです。野上農水大臣、総務省は今日これだけの血を流して官僚の方が接待の疑惑を明らかにしました。今日農水省の官僚もですね、あの吉川大臣に誘われていたから私共同釈放かなと思ってたんだけど、野上大臣の対応があまりに遅くてね、この第三者委員会もいつしか入ってるのかも私も教えてくれない。このセットでこれ農水省の予算に関連してるんで、当然いい加減なものでもこの予算、衆議院の予算委員会の間になんか出てくると思ったら全然出す気合がないんですよ。じゃあ予算しっかり待ちましょうよ。農水省の報告書出てくるまで私予算の解決に動けられないんですよ。いかがですか。農林水産物大臣野上幸太郎君。吉川元大臣と秋田元代表が途中で起訴されたことを受けまして、農林水産省としても国民に疑惑が持たれないようにですね、今お話がありました検証委員会、これは幸太郎2月3日には第1回公判の委員会を開催をしまして、今最終大会でございまして、その結果は公表したいと思いますが、その成績が良いことから予測受けた対策委員会に公表しないということになっておりましたが、本日の委員会に対まして要件提案に両親が、東北新社と同じ放送業者、またはですね、他の同業者の皆さんと会食したことがございますか。東北新社の審議官、有馬木康彦君。本当に申し上げます。今回の事案につきましては、公務員倫理審査法、公務員倫理法に抵触する恐れがある事案でございますけれども、過去において、放送事業者と同様のことをしたということはございますか。
当初の認識、報道がなされる直前までは、私は東北新社が放送事業者ではないというふうに考えておりまして、当然幅広く、事業者以外の方と意見交換を行う、あるいは会食をするということがございますので、そういった意味で東北新社との会食には応じたというふうに思います。吉田真美人君、実は私、今夜の退職につきまして、東北新社様に限らずですね、自分からちょっと人を誘って退職というのは基本的にはやりません。ただ、お声がまだかかった場合に、できるだけそういう意見交換というふうに思われる場合は、お呼びとしておりまして、そういう意味で言いますと、東北新社様からですね、お声がかかったので、もう一度。そしたら吉田新官、他の放送業者からもお声がかかったら会食したという、そういう理解でよろしいですか。吉田真美人君、はい、それはですね、その時取った判断ということになろうと思いますけれども、それはそういう場合は、可能性としては何ですか。吉田真美人君、可能性、可能性としてあるって言ったらですね、自ら公務員倫理法の違反、それを犯しても構わないというふうに誓ったんです。吉田真美人君、お伝え申し上げました。今回の事案につきましては、今その公務員ということで、こういった事態に立ち入っておりまして、これは大変申し上げました。その当然のことだから、公務員倫理法をきっちりと遵守をしていくことなどでなろうと。ヘルターはじめくん、いや、今回の調査ですね、やり直してもらわないといけないんじゃないかな。だって会食する、同業者と同業者と会食する可能性があるって言ってもらってるんですね。非常にこれ甘い調査。はい、ガイズ、総務省の幹部がそういった感覚で調査をしたらこういう結果なんて信用できないじゃないですか。総理、この点でどう感じますか。内閣総理大臣、内閣総理大臣、武田大臣の下で総務省として徹底して、そうした調査を行い、今内容をしっかりして指導してもらいたいと思います。はい、ガイズ、ビューズ、コメント、YouTube チャンネル、ね、今のご答弁聞いてびっくりした。これだけ世間の注目を浴びてですね、そして徹底した調査ベールスタイル、しかし死に方の認識がこの程度なわけです。これですね、このままこれをですね、認めたまま調査を進めても真実は出てこないんじゃないかなと、こう思うんです。これもう一回やり直した方がいいんじゃないですか。総理のご指導でいかがですか。
しゃいます。あの調査につきましては、まずこれはあの国家公務員認定規定違反の調査という前提で入っております。それで私ども、職員に調査、ヒアリングする前に、まず冒頭、宣誓書みたいなのを私の読み上げます。この調査に、もし虚偽の申告、あるいは偽りがあってから、そのこと自身が認定規定違反になりますということで、かなり厳かな形で始めます。新社に行く場合は向こうの弁護士たちが行くことである。さらに私どもの調査、国家公務員倫理審査会、これ国会の同時にでご同意いただきました裁判官の方、経済界の方、ジャーナリストの方、はい、Hello, guys. にチェックを受けて、それで最終的な処分を行っている。こういう仕組みになっております。いや、ですから、まあ、弁護士も入ってですね、育休にもやっているというふうなことなんですけども、しかしですね、まあ、こういう状態になってしまうと、もうこれがですね、やっぱり説得力がなくなってしまうので、やっぱりあの総理、第三者委員会設置してですね、この調査やり直した方がいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。内閣総理大臣、現実者の審査会の指導をいただきながら、これしっかり調査するというふうに報告できます。いや、まあ、それはそれでやっていただいても結構です。しかし、説得力はないと思います。そうであるとすればですね、やはり、まあ、第三者委員会を作られ、そして、しっかりと調査することを、これも強く求めていきたいと思います。まあ、その中で、まあ、両審議官の方から、まあ、どうして東北新社とだけ会食をするのかというようなことについてのご答弁があったわけでございますけれども、まあ、吉田さんに至っては非常に疑問を呈するご答弁でもありましたし、まあ、谷口審議官も、まあ、説得力もございませんでした。まあ、そういった中でですね、やっぱり総理のご長男がいらっしゃるから、まあ、こういうことになったんじゃないか、まあ、こういったやっぱり疑念はですね、どうしても晴れないわけでございます。まあ、自分のような私ごときが言うのもなんなんですけども、政治家に必要な資質というのはですね、先見性と、まあ、想像力だというふうに思います。菅総理はですね、政局観も含めてこの能力が非常に高い政治家だと思います。だから総理の座を務められたんだというふうに思うわけでありますけれども、そうだとすると、まあ、ご長男がですね、東北新社という総務省と非常に密接な関わりのある会社に就職をされる、総理自身もですね、この総務省に絶大な影響力を持たれている、そういうふうなことを考えて、そしてご長男自身も総務省担当になれば、いい意味でも悪い意味でも東北新社が重宝がられるわけですよね。親の七光かどうか、またご本人自身もそれをポイントするかどうかは分かりませんけれども、こういったことを踏まえたときに、やっぱりこの総理のご長男の存在というのがですね、今日ご出席の総務官僚の皆さんもどうしても考慮にいなければならない。だからこそこんな38回ものですね、特定の東北新社と会食を重ねたことになってしまったんじゃないか。想像力のある、そして先見性のある総理だったらそのようにお感じに。私は長男が東北新社に入社するとき、総務省の関係について距離を置いた付き合いを私は最初に言ったことに記憶を覚えている。そして会社も当日違う部分だったというふうに思っています。総務省と関係のないようなどういう部署だったというふうに思っています。総理、ご長男にあえて釘を刺したということはですね、正しく総務省と東北新社という会社が
常に密接な関係のある会社だっていうことを、まあ、ご本人自身をご認識したので勝負じゃないですか、それは。そういう認識を総理自身が持たれていたじゃないですか。いかがですか。内閣総理大臣、小川雄一君。総理から私って言ってます。まず何回から申し上げてます。映像とかコマーシャルとか、そういうこと。いろんな業界、主義を展開しているので、で、本人は総務大臣の政務職官を務めました。まあ、そうしたことは気をつける話は、長男にしておきました。平川はじめさん。いや、総理、どうして気をつけるというふうにご長男におっしゃったんですか。利害関係があるというご認識を当時から持っていらっしゃった。内閣総理大臣、菅義偉君。はい。総務省の、まあ、総理、もちろんですね、仕事の話は一切されてないということなんですが、就職とされるときには、そういった釘を刺されたということであります。そうすると、今回38回のですね、東部新社との会食が明らかになり、そしてご長男がそのうち20回同席をされました。その釘を刺したにもかかわらず、これほどの回数ですね、ご長男が総務官僚の方々とですね、会食を重ねるということについては、びっくりされましたか、驚きましたか、それとも別人格ですから、何も。驚きました。驚いたのであれば、先ほど牧師議員がですね、この問題について総理自身がしっかりとご長男とお話をされて、この事実関係を明らかにする、そういうことをですね、むしろ総理自身が積極的にやるべきではないんでしょうか。なぜそれをしなかったんですか。内閣総理大臣、小川雄一君。でもこれについては、総務省でしっかり調査をしていることじゃないでしょうか。私が同じ行政の長として話を聞いて、そこに、報告するというか、ここは逆に いろんな問題も生じている。行政の長だからこそですね、ご長男が関わって、ご本人もですね、心配した通りになってしまったわけじゃないですか。そうであればですね、しっかりと行政の長として、親以上にですね、親以上に行政の長として正すことが総理自身の責任じゃないでしょうか。内閣総理大臣、小川雄一君。まず総務省において徹底した調査を行っており、その中で事実関係を明らかにすべきだというふうに言います。で、仮に私が長男から聞き取りを行い、ここでその内容を答弁するならば、総務省における事実確認作業に影響を与えかねず、調査の公正性までに懸念を生じさせる恐れがあります。そうしたことは控えるべきだということです。広田はじめ君。総理ですね、先ほど の両審議官のこの調査に対する対応等をですね、踏まえていただいて、もう一度ですね、この総務省の方に正しく行政の長としてしっかりとした調査をするようにご指示をしていただきたいと思いますし、そして必要であれば、やっぱ第三者委員会を立ち上げてですね、この問題について明らかにしていただきたいというふうに思います。それでは、残された時間で安全保障について、中国 の会計法についてで、ありますけれども、この総理 のです、ね、会計法に対する調査、評価というのは、一言で申し上げれば、甘いんじゃないか、曖昧ではないかなと、このように思うわけであります。つまり、中国に対して弱腰にどうしても見えて、しまいます。
冷静に毅然だというふうにおっしゃってますけれども、少なくとも毅然というふうには感じないわけです。と言いますのも、こちらの方に、中国海域警報についての菅総理大臣の発言を出させていただいてますから、この、マルディーズのですね、国際法に反する形で運用されることがあってはならないと、このように、菅総理ご予算委員会でも答弁されておりますけれども、この考え方には変わりはございませんか。内閣総理大臣、菅義偉君、本当にご意見をお願いします。そうすると、この海警法が2月1日に施行されましたけれども、その後も中国海警はですね、昨日もそうですけれども、尖閣周辺で、領海侵入をしているわけでありますけれども、そして、日本の漁船を追い回しているわけです。そうのことを踏まえたときに、菅総理自身、この事態がですね、海警法が国際法に反する形で運用されているというふうにお考えでしょうか。内閣総理大臣、菅義偉君。先般の委員会で申し上げてますけれども、中国海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題がある規定を考えています。そうした中で、我が国を含む関係国も、正当な権益を伴うことがあってはならないと考えており、当社番組の強い懸念、中国側に対して引き続きしっかり伝えていきたいというふうに思います。我が国の領土、領海、領土は何として守り抜く、その決定のもとに、中国もしっかりと、まさに冷静に綺麗に対応していきたいと思います。いや、その答弁繰り返されているとは、集中しているわけでありますが、今私が聞いたことが具体的なことでありまして、この中国海警法が2月1日に施行され、そして昨日も中国の海警の船がですね、尖閣内の領海内に侵入している、こういう事態については、海警法が国際法に反する形で運用されていると、こういうふうに総理はご認識されている。外務省国際法救助省尖閣諸島周辺の我が国の領域で独自の主張する海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議しているところであります。また海警法であろうと、他の法律であろうと、我が国の主権を有する海域で、中国が国内法に基づき管轄権を行使しようとすることは、日本の主権を侵害するものであります。2月1日の海警法の施行以降も、中国海警船が法執行と称して領海侵入を行う事案が発生しており、日本政府として厳重に抗議しております。中国は海警法の管轄海域の範囲を明らかにしておりませんが、中国が海警法を尖閣諸島周辺地域に適用しようとしているのであれば、それは日本の主権侵害に当たるところであります。その上で申し上げると、海警法一般でございますけれども、国際法との関係、併合制度の関係、観点から問題がある規定が含めてあるということは、繰り返し答弁しているところです。はい、外務省自身はですね、要するに中国海警による領海侵入は国際法違反だというふうに言っているわけでありますけれども、菅総理も同じような考えです。はい、菅総理大臣。それは答弁です。そうすると、この海警法のこの学内の領海侵入というのはですね、国際法に反する形で運用されている、そういうふうに。こういった中で、岸防衛大臣のところにお聞きをしたいんですけれども、そもそもですね、この岸防衛大臣は、この海警法についてはですね、断じて受けることができないというふうな答弁をされております。ということは、この海警法自身が国際法違反であると、そういうふうなご認識を持たれているんでしょうか。防衛大臣、岸信夫君。今ほど、総理大臣、また外務省からも答弁させていただきました。私が申しましたのは、
国際法違反のような動きをしている会計センター、まあ、そういったものに対して支持する裏付けるような会計法の改正であの施行ということであります。まあ、そうした疑念がある限り、あの現場を扱う防衛省と自衛隊を扱う者としてはですね、何してこのような疑念のあるものを受けることができない、こういう私の思いを、お伝えしたところでございます。会計方法についてはですね、本当にあの国際法上いろんな問題があり、私は逸脱しているというふうに考えているところでございますが、いずれにしても選挙周辺の緊張感が高まっております。今与党野党でもですね、これらのことを踏まえていわゆる領域警備、これについて自衛隊の部隊にですね、その権限を付与して付与するんじゃないか、そういった議論があるわけでございますけれども、この領域警備方法の必要性について総理はどのようなご認識を答えているでしょうか。内閣総理大臣、菅義偉君。武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するために、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、必要な法制のもとに、海上警備行動等の発令手続きの迅速化を図ったほか、関係機関の対応能力の向上、情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など必要な取り組み、ここを推進してきている。政府としては切れ目のない十分な対応を行うために、引き続き警察、警隊、体制強化の能力向上を図り、国民の命、財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り、その方針のもとに対応していきたいというふうに。時間が参ります。最後総理が答弁されたように日本とですね、領土領海領空、これ断固として守るということについては与党野党は関係ありません。このもともですね、この領域警備の必要性を含めてしっかりと議論をしていきたいと思います。以上で質問を終了します。ありがとうございました。これにて安君、清徳君、大久能君、大内君、本田君、広田君の質疑は終了をいたしました。次は日本共産党高橋智子さんの質問です。高橋智子君。日本共産党の高橋智子です。冒頭委員長に要求します。今回の総務省撤退疑惑について、総務省が本日報告した会食の資料は、総務審議課をはじめ情報流通行政局の幹部職員が軒並み利害関係者である衛星放送関連会社から撤退を受けていたものが分かり、90年代の銀行による大蔵省撤退汚職にも匹敵するものであります。重大なのは、撤退した側が菅総理を応援してきた企業であり、その子会社の取締役として菅総理が総務大臣を務めていた時の大臣秘書官であった長男の成功氏が関わっていることです。撤退公正によって放送行政が歪められていたのではないかという重大な疑惑を解明するため、撤退した側の公務審査の二宮、三上、木田として菅成功氏の各市の国会招致を求めたいと思います。今月13日深夜、最大震度6強の福島沖地震が発生しました。秘書官たち今分かっている分で重大被害は2885個、負傷者164名、被害額154億円と言います。まだ途中だと思いますが、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。総理に全容の被害把握に努めるとともに、被災地は大震災、原発事故からの復興途上であり、2年前の台風被害、コロナ禍、そして豪雪などと続いています。被害が重なっていることを考慮した国の支援策を求めたいと思いますが、どうですか。13日に発生した千葉県沖地震を震源とする地震に関し、
災されたすべての皆さんにお見舞いを。今回の地震は東日本大震災の発生から9年の節目を迎えようとしている被災地を襲いました。被災地では令和元年東日本台風での甚大な被害を受け、さらに現下の新型コロナウイルスの影響で経済状況が悪化するなど厳しい状況になり、心が折れそうかという。今回の地震により被災地の方に向けた希望が失われるようなことは、一刻も早く被災者によろしくお願いします。政府として行っていきたいと思います。中国人の対応の会では国民防災大臣を中心に、まずは早急に被害状況を把握するとともに、被災者と速やかに取りまとめるよう指示しています。被災地の皆さんも希望を持って再建に取り組めるようにスピード感を持って行っていきたいと思います。ありがとうございます。Okay, we'll put it on the hand. Subscribe din Paco, nakapin po yung ano, yung account ko. Webs Adventure. Comment lang po nyo yung mga i-account. Rata family blogs. Pag-usabak na lang din po ako sa mga na-play ko. Natin.
ました。でもう一つですね、あの女性がコロナ特例で雇用調整助成金を入ってました。エントリーミネッツな。今、あの、再建に向けて、シュープレンドビラン。エライクの子。サブスクライブ、グリッドベルボルトン、エンデネスマミプレドビラルト。厚生労働大臣、田村農林さんでも、あの、ご承知のとおり、この雇用調整助成金は特例という形で、1日上限1万5000円。長ピンポイントは、なさらっぽいあの子。ファイティーシーか、なかっぴ。ベビスアドベンチャーぽいファイティーシーか。MB。今、今おっしゃられたんですね。この、福島等々の最大の議題。ウィエントリーミネスナシー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 。ゲットモトブラン。レイン。イトデンシロタファミリー、3ミニッツナ。ライト。サブスクライブ。みんな入ってこなくてなくてこれこれ CD あ、バレットリンパーク3ミニッツポアイポイントユーフィーエンドリーミニッツナリンドイサーシエンエチキティーブエンドリーミニッツライコネセプシティーブI NKTV subscribe dan po NK tutorial pala NK tutorial kasabak na lang din po Melanie TV paplay po muna ako ng 3 minutes bago na i-subscribe para hindi tayo malagos Ma'am, naka-pin po yung YTC ko, yung nasa baba po, Babes Adventure. Kita mo po ba yung naka-pin? Wala kasi akong ballpen dito. Melanie. Play ko na si Melanie. Yung parking time. Yan, 3 minutes na yung parking time. Si AMB 0022. Like, subscribe, and click the bell button.